こんにちは。恥ずかしい。恥ずかしい。ブラジルの友達です。ドイツって。こんにちは。こんにちは。ブラジルの友達です。ブラジルの友達だそうです。こんにちは。自己紹介。自己紹介。自己紹介ですね。ウィリアンって言いまして、ブラジル人で25歳。ですね。どういう中国紹介？25歳いらない。いらない。なんで？じゃあもう一回やる。皆さんこんにちは。ね、ウィリアンって言います。出身はブラジルで、ほぼ1年間前にですね、日本に来て、でちょっと日本語学校、ワイン先生と出会いました。一番好きなブラジル人です。ありがとうございます。ちなみにウィリアン、アルバイトとか知っていますか？うん、知ってますね。どんなアルバイト知っていますか？どちらかといえば接客、原宿にあるスマホ専門店、yeah. でその専門店はですね、いくつか何階があって、でその各階によってその接客の仕方が変わったりして、でそういうですね、案内したり、そこでできる体験を説明したりして、他のこともやってるんですけれどもね、どちらかといえば接客の、まあ、仕事ですよね。はい、週に何回って何時間ぐらい？そうですね、週によって変わるんですけれども、週に8時間から16。8時間から16時間。そうで、たまに土日ですね、土曜日、ほぼの土曜日、日曜日は週に1回2回。でももしその週ですね、祝日が入った場合はたまに3日出勤して、で24時間ですね。そう。どう、はい、仕事は大変？楽しい。楽しい？そう、1日8時間だからすごく疲れるんですよね。そう。すごい、なんか帰ったらもう何もできないっていう感じなんですけれども、環境もめちゃくちゃいいし、同僚も優しくて、その代わりの方もですね、結構なんか新しく、そうですね、接触してくれるので、今幸せです。幸せ、はい。まあ、他の友達だったらあまりバイトしたくないよね。ウィリアンだったらバイトは楽しいから、もうどう？そうですよね、バイトはですね、どちらかといえばそのなんか生きていくための一つの手段だから。でももちろんバイトしなくてもいいんだったらそれでいいと思うんですけれども、そう、どうせバイトしなきゃいけないんだったら自分に合う職場、そうバイトにした方がいいかなって思ってるので、そこすごくなんか私、僕に合ってるので。合ってるよね。うん、好きです。わかった。ちなみに時給はどのくらい言ってもいい？大丈夫ですよ。今の時給はですね、1400円。はい、すごい。でも他の仕事だったら1200、1100、それぐらいだけだよね。結構高いよね。そうですね、どちらかといえばちょっと高いですね。はい。どうやって探した？そうですね、まずは直接その店に行って、今募集してますかって聞いたら、今募集してないんですよって言われたんですよ。言われて、でそれでネットでですね、他のバイト先とすごくなんかたくさんじゃなくて4つの面接ですね、予約したんですけれども、予約というかですね、その面接のアポイントができたんだけれども、その面接に行く前に私に合わないなって思ってキャンセルして、で数日後ですね、またオンラインでその専門店のことですね、そこの何々専門店募集、 Google で検索したらまた募集しているっていう、まあ経由リンクがあったんですよ。でそこから申し込んで応募して、その場合と応募して、で面接受けて、で受かったので、分かりました。ました。じゃあウィリアみたいにスマホの専門店に仕事したいなら、まあ日本語はどのぐらい重要ですか？そうですよね、自分がその面接を受けた時、あなたは日本語の力して何のレベル持ってるかって聞かれてなかったんですよ。その会社の人がですね、僕の日本語を測ったかなって思ったんですよ。面接で、面接で、そう、自分の日本語の力が、そうですね、あれなんか会話レベルか、ビジネスレベルか、その面接官ですね、がそれを測ったかなって思うんですけれども、どちらかといえばですね、仕事では最低限として N3
あの3ぐらい N2 が持った方がいいかな。そうだね、あのどういうか接客の仕事だから、まあ、日本語上手にならなきゃならないよね。そうですね。英語はどう？英語は必要？英語はですね、あの外国の方、原宿だから外国の方、そうだよね、結構来るので、英語もそう、英語が話せる人はまあ話せたらもっといい、いいって感じですよね。ほとんどの人は話せないんですけど、まあ、今はあのウィリアムは英語でも、英語でもドキドキ、そうですね。 あ、 そう、あとはボーね、ポルトガル語、たまにポルトガル語も来たりするので、ああ、そう、それも活かせる。ああ、そうそうそう、そういう機会結構ある、そういうことが、まあ、必要ですよね。そうですよね。あ、わかりました。他にあの日本語とか英語それだけでじゃなく、他にあのどんなあのことも必要ですか？例えばコミュニケーション能力とかも。そうですね、コミュニケーション能力が結構必要だと思うんですよ ね、 ね。あとはですね、ちょっとだけあれ接客の仕方、ある程度の敬語とか、あ、敬語も完全じゃなくてもんですけれども、うん、あの完全じゃなくてもいいけど、ある程度の敬語も知っておいた方がいいかなと。わかりました。まあね、日本語だけでなくそういうコミュニケーション能力とかも、そうですね、そして接客の仕方とかも、うん、そう、まあ、それも、あ、そうそうそう、わかりました。あのバイトを探すためにどんなアルバイトとかしたいですか？そうですよね、あのバイトはですね、ただのバイトだからいいや、何でもいいって思わずに、あ、そう、ちょっと単語使って探した方がいいと思います。なぜかというと、そのバイト以下では自分の生活の気持ち、ね、もう決められちゃうので。そうだね、あのまずはですね、例えば飲食店だったりとか、ちょっとストレスが増えるって、そう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 、まあって言われているんですけれども、まずはじゃあそこ、そういう店とかそういう飲食店で仕事をしたいと決めた、でその支店とかその店に行って様子を見る。 あ、 あ、そう、そうですね、その店員の中で言葉遣いとか話し方とか態度とか、あ、そう、確かめた方がいい。自分、あ、そう、ただ時給が高いからって、あのいいやって思うと逆に自分がなんか落ち込んだり、あ、そう、もうだから自分に合うバイト、あとはその環境、環境をちょっとあの着して、そうですよね、その人間関係とかそれもしておいた方がいい。あのバイトではいい経験ができるか悪い経験ができるかかどうかは、そうそうそう、 90% は人間関係だと思うので。ああ、そういうことか。そうですよね。じゃあ仕事やり方とかはあんまり重要ではなくて、うん、まあ、そうですね、人間関係の方がもっと、そう、そうですよね、それは一番大切かなって思うんだけど、思うんですし、あとはですね、あの日本では例えば何々の食店、ああ、で、なんていうか、じゃあ例えば吉野家環境、ああ、働く、あ、環境とか、それを検索すると、え、そう、そう、その店で以前働いた断るの人の意見がある。あ、もちろん全ての店、あのの、あ、全ての店、あ、で仕事した人の意見がないんですよね。あ、全ての店のなんかこういう店はこうだよっていうウェブサイトはないんだけども、うん、ちょっとあれなんか、まあ、ちょっとレビューフードチェーンとか大きな店とかだったら、そういう、うん、あのその環境のレビューがあったりしますので、レビューとか 見られるよね。それだけを見た方がいいかなって、そうそうそう、思います。はい、わかりました。最後として、あのどうしてあのブラジルから日本まであの留学する予定だったの？そうですよね。どうして？和食食いたかったです。和食食いたかった。あの以前ね、あれ教会のボランティアで日本に住むことがあって、あ、で帰国してブラジルの大学に通ってたんですけども、また日本に行きたいなって思って、あ、そう、で大学ではですね、その専攻国際関係だから、じゃ今はビジネス通訳翻訳できたりですね、勉強してるんですよね。で それを何ていうか、その2つをつながって、あ、そう、そうですね、2つ学んだらもっといい仕事ができるかなって思って、それも一つの理由。あとはですね、結構なんか皆さんもなんていうか、なんていうか分かると思うんですけれども、ある年になるとですね、ただうち出たくなるんですよね。あ、そう、そう、自分も自立したいという気持ちもあったので、そう、まあ、家でみたいな。そうですよね。あのブラジルから日本まであの世界一周みたいに、そうですね、遠い
といいですよね。そうですね。まあ実は日本が好きということ、はい、まあ、はい、分かりました。はい、答えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ウィリアムです。ウィリアムでした。はい、あのフルネームはあ、パオペリオ・ウィリアム。パオペリオ、パオペリオ、珍しい名前、覚えなくても大丈夫です。 OK、 ウィリアムでいい。はい、ウィリアムで大丈夫です。 ありがとうございます。ありがとうございました。